もう今回はどうしても優勝したくて出ましたので、思い通りの結果が得られて嬉しいです。開幕戦の埼玉大会で2位でして、それで今回はどうしても息子に優勝した姿を見せたかったので、はい、頑張ってきました。あ、入れ方とお尻に力を入れて、はい、腕肩は弱いなと思ってたので、はい、他の選手と比べて弱い部分だなと思ったので、そこを強化してきました。それはもう大きくて、あの前に勝てなかった時に、私が泣いてしまった時に、また勝てるから大丈夫だよって言ってくれて、それが今回優勝した姿を見せれて本当に良かったです。あ、仕事もしてるので、そうですね、仕事して家のことをして子供を子育てして大変なんですけれども、主人も協力してくれてるので、その中で隙間の時間を見つけてやってる感じです。やっぱり本当に優勝したいっていうのが大きかったので、でこの子があのランニングスクールに通ってるんですけれども、それで走るのが好きで、で運動会でいつもは1位なのに今年は1位を取れなかったっていうのがあって、それでだから諦めない心っていうのをちょっと私が優勝することで見せたかった。もう引き続き、あ、でも私今日舞台に立ってすごい緊張してしまって震えてしまったので、まず震えないで来て、ポーズを取れるようにしないといけないなとは思ってます。